二代目、中村企画6月18日隊は、歌舞伎役者。屋号は、八幡屋。縄文は、向井企画美子。本名は、渡辺義彦。初代、中村企画の長男。父方の祖父は四代目、中村富十郎。祖母は、初代、中村元次郎の娘の中村義子。御蔵師の血筋でありながら国立劇場の、 第十期歌舞伎研修生養成所出身という珍しい経歴を持つ。西木絵のような古風な舞台顔と柔らかい体に恵まれている。功績の良さと踊り、そして芸域の広さがあり、立役と小山の両方で活躍している。2004年大阪小畜座での何は花形歌舞伎においては女殺油地獄の河内や余兵を務めた。中では油役兵を 繰り返し勤めており、得意としている。2006年には、劇団コーンフレークス、センチメンタル安コ天童役で、現代劇に初参加。平成22年には、マスザーのぞ作、演出の、影前で二度目の現代劇主演を果たした。かなりのディズニー好きとして知られており、インタビューなどではディズニーを例に出して語ることが多い。その他の趣味は競馬だったが多忙になり、現在はやめている。 ありがとうございます。